なごみんスタイルカフェ秋葉で働く女性スタッフで結成されたなごみ茶屋娘、ね、こちらの方なんですけども、はい、そうですね、秋葉原にあるインターネットカフェということで、はい、まあ、普通にインターネットカフェなんですよ。そうですよね。があってインターネットができて、はい、そういうお店なんですが、はい、まあ、新しいことを何かやってみようということで、おう、ね、何か楽しいことをみんなでやってみたいなっていうことでやってみたんですけれども、はい、やってみた。やってみた。結構軽いノリで来たんですね。はい。そうですね。もともとお店が和風の内装で、はい、とても畳があってすごいくつろげる空間なので、はい、楽曲としても最初に選んだテーマは四季ということで、やはり日本の心といいますか、一番、はいはい、いいですね、いいところですよね。はい、はいはい、そうですよね。ちょっとお茶の栽培っていう動画がね、報道されてるんですけども、はい、こちらで椿さんがこう発言で、アイドルには負けない発言っていうと、はい、はい、あったみたいなんですけども、はい、はい、すいません、ごめんなさい、ですね、はい、この日はですね、ちょっと8度近く熱があって、あ、そうですね、朦朧と知った中でちょっと本音が出ちゃったあ、でも本音なんじゃないですか。あ、うん、さすがですよね、アイドルには負けないという、はい、全国のアイドルの皆さん、ね、年齢的にもアイドルには負けねえぞみたいな感じです、ね、はい、これでも宣戦布告ということでよろしいでしょうか、はい、そんなアイドルに負けない曲を、今後のなごみ茶屋娘の活動、はい、どんな感じで進んでいく形ですかね。そうですね、はい、1年を通して四季プロジェクトとして活動してきたんですけれども、はい、まあ、来年も続けて音楽活動ができればなと思っているので、今いろいろ考え中ですね。またテーマができるってことですかね、はい、そうですね、一応10周年プロジェクトということなので、はい、8年目と、はい、次が9年目、ね、10周年目にはこうね、ベストアルバム的な、はいはいはい、あと四季で裏テーマとかあったんですよね、はい、裏テーマの方、裏テーマ、はい、本日発表したいな、そうですね、裏テーマ、1年間引っ張ってきましたよね、引っ張りすぎて言ってなかったんですね、それは、はい、1年間引っ張ってきたんですけど、どんな感じなんですか。はい、ですね、はい、皆さん気づいていただけたかどうかは分かりませんが、はい、春、はい、気づいていただけただろうか、はい、え、何白球、ちょっと待って、本人がちょっと本人今考えてもらってない、上がってて忘れました、忘れた、はい、鏡が、はい、白雪姫です。え、あ、そうなんですか。はい、白雪姫です。歌詞の中に鏡を鏡というのが出てきます。ああ、はい、さりげない感じ、そんなキーワードが、はい、はいはいはい、白雪姫、あと淡雪肌染めてとか、あ、白雪、はい、そっか、そういうとこにここから来てます、来てます、はい、はい、次、夏、夏はもう言わずもがな、はい、金魚姫から来て人魚姫です。あ、そっか、そうです、先ほど、先ほど言いました、はい、そうだったんですね。はい、秋がですね、赤ずきんです。赤ずきん、はい、これちょっと秋が赤ずきんだったんですか。はい、ちょっと分かりにくいんですけれども、はい、分かんなかったです。はい、秋の方がですね、はい、後ろの方でふわーって言ってるやつの中に、ふわーって言ってるふわーって言ってる、メインメロディーではないんですけれども、はい、ちょっと、途中に入る声みたいので、はい、犬神様、要は狼ですよね、はい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 、が出てきたりとかして、赤ずきんの要素がちょっと入ってる。ああ、そんな要素入れてたんですね。はい、ってことはもう一個最後もあるってことか。はい、冬なんですけれども、はい、冬だと思いますみんな。この間茨城姫とか言って、茨城姫、え、それなんか、ちょっと間違えました、茨城姫、はい、茨城姫、私がちょっと連絡をするときにちょっと県内の打ち間違いをいたしまして、茨城姫だったんですけど、茨城姫になってしまい、ああ、茨城の方やってよかったですね、はい、茨城姫、茨城姫、はい、ああ、いいですね、そういう裏設定があった、はい、眠りにつくとか、あ、そういうことか、そういうことだったんですね。はい、行きますよ、はい、はい、海外に行くぞ、おお、海外に行くぞ、海外、なごみ茶屋娘で日本の文化をもう世界に、iTunes でもうすでに配信は、楽曲を配信して、全世界配信ですか、はい、はい、
海外行きましょう。はい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 。行きたいね。普通に行きたいね。普通に行きたいね。普通って。普通に遊びじゃん。旅行じゃん。旅行行きたいよ。出ちゃいそう。さやさやむすんだ。じゃあ、まずは旅行で。まずは旅行で下見に行って。はい。っていう意気込みです。海外。海外。進出。進出。あゆみさんは。じゃあ、時代さんの。はい。そうですね。意気込み。もっと歌うまくなりたいですね。同じくですね。はい、やっぱりこう歌結構な数歌わせていただいたんですけど、まだまだ未熟なところがあるので、はいはいはい、今後歌のレベルを上げてもっと皆さんに、ね、聞いていただけたらなと思うので頑張っていきます。ボイトレですね。ボイトレボイトレですね。はい、はい、期待できそうですね。はい、坪木さん。はい、私はですね、意気込みというかやりたいこと、はい、まあ、私がただ単に個人的にイラストレーターをやってるだけなんですけれども、そちらの方の活動をなごみつや娘にもぶち込んでいきたいなと思う。ぶち込んでいきたいな。すごいすごい、なんかすげえびっくりした。すげえ、はい、すげえ気合入りましたね。はい、入れていけたらなと、はい、そういう活動も、はい、ちょっとうちのスタッフ特殊な子が揃っておりまして、はい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 、結構かけちゃったりなんだったり、ちょっと特殊能力の高い戦闘力高いんです。本当にサイヤ人っぽいだったりなんかハンダハンダだったりみたいな。はい、なんでちょっとそういう子たちの活動も一緒にやっていけたらなっていうふうに思ってます。はい、はいはいはい、というわけでなごみスタイルカフェ8周年を迎えました。周年ありがとうございます。ありがとうございます。8周年ですよ。はい、8周年経ってちょっといろいろお店も変わってきたんですけど、はい、もう去年リニューアルオープン、去年じゃないです、今年ですね。今年リニューアルオープンして、はい、まあ椿さんご意見、まあ、うん、ちょっといろいろ私の趣味が反映されたんですが、はい、まあお店もいっぱい変わってきて、はい、まあ7周年の時に私たちがなごみちゃん娘が生まれたわけなんですけれども、はい、1歳になりましたね。じゃあ今日で1歳ですね。はい、はい、なんかコントみたいになってはいって8周年でも秋葉原この地で8周年もこうやってお店を続けられるということは、うん、本当にいつもご来店いただいてるお客様皆様のおかげですので、本当ありがとうございます。ありがとうございます。なごみちゃん娘1歳になりました。1歳ですね。おめでとうございます。まあ、最初は3人で発足した、はい、いやそんなことはない、3人じゃない3人じゃない、もともとは5人だったんですけど、そうですね、それが、まあ、3人になって、そこからみんなも入っていき、はい、なごみ今ではお店で働く女性スタッフ全員がなごみちゃん娘として活動させていただいております。ね、面白いよね、みんな個性あふれる感じ。あふれる、もうあふれまくりですよ。いろんな、うん、いろんな人がいて、そう、皆さんね、いろんな特技を持ってるから それを活かして今までやってきてるんですよ。はい、全然もうそのみんな一人一人の個性がかぶってないので、うまい具合に、うん、もう1年やってきましたね。なんかいろいろ危機はありましたけどね。まあでもなんか後から考えるとみんな楽しかったなという、はい、いい思い出になってますね。まあそんな感じで、はい、はい、今後もよろしくお願いいたします。